ミロスラフ・クラリエビッチは、クロアチアの画家、イラストレーター、彫刻家である。クロアチアのモダンアートの基礎を築いた一人とされるが27歳で、病没した。現在のクロアチア、リカセニ軍のゴスピッチに生まれた。1904年に、ビーンに移り、法律を学ぶが、風景画家のゲオルク・フィッシュホフから絵を学んだ。2年後、法律の学校を中退して、 画家の道に進むことにして、1906年にミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院に入学し、風合本ハーベルマンに学んだ。ミュンヘン美術院を卒業した後、クロアチアに戻り、ポジェガに移っていた家族の家に滞在し1910年から1911年の間は、自画像や風景画を描き、彫刻も始めた。奨学金を得て1911年にパリに留学し、 グランドショミエール芸術学校で修行するが、結核を発症した。1912年の秋、ザグレブに移り、最初の個展を開いた。1913年12月に、結核の療養所に入るまで多くの作品を描いた。療養所で2ヶ月間間、療養した後、ザグレブに戻ったが、ザグレブで死去した。27歳であった。ありがとうございます。